どうもこんにちは千年部長のです今日は翼カルト扱いっていことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで翼の党の3名がね逮捕されてからマスメディアが報じる報じるっていうところがありましてであのー、いいんですけどいいんですけどただなんかやっぱりちょっと変更を見えてきたなっていう気がしまして。 私も翼の党が、まあ、やったことについてはやりすぎだよねっていうことについてはお話をしてきたところではあるんですけども、まあ、じゃあその一方で割とね左系の方々がやってきた今までの選挙妨害ですよね。 でそれね画像で並べてった時に何が違うんじゃんみたいなレベル感のやつもあるわけですよ。本当に候補者が何言ってるかわからないとかですね。だからまあ結構日本各地でね、まあ、そういったのあったわけなんですけども、まあ、今回の件はまあやっぱり噛みついたところが悪かったっていうこととそれから目立つ選挙だったということとそれからそれを必要に複数回重ねてったっていうところはまあポイントなんでしょうけどもにしてもちょっとね っていうなんかこう彼らがこうやってる時にまあ批判的に報じたんいたんだったらともかく逮捕された瞬間にこう変更報道の方に変わっていくっていうかまだめちゃくちゃ印象操作までは行ってないんですけどちょっと今回は朝日新聞のご紹介しますけどもちょっとカルトっぽい方向性にまあそういう面がないわけじゃないんですけど持ってこうとしてるなみたいなふうに思ったんでこちらをご紹介しつついろいろお話をしていきたいというふうに思います。 はいというわけでこちら朝日新聞の記事で翼の党10人全国で集団生活支援者が配信運転選挙妨害事件ということですね。 もうこのタイトルでお分かりの通りこれを見て某宗教団体を思い出す人も多いのかなみたいな印象操作をしているように私には見えたんですけど、はい、というのをちょっとやってきましたねって感じですかね、はい、ちなみにですけど朝日新聞といえば安倍さんとかあるいは杉田水脈さんとかいろんな人に対してまあいわゆる左系の方々めちゃくちゃヤジを飛ばしたりとかあるいは選挙妨害についてはすんですよすん <laughs> <laughs> っていう感じの方々ですよね。だからまあ割とこういったものにあのいわゆるなんて表現の自由であるとかあるいは権力者に対して物申すということに対しては寛容なはずの媒体のはずなんですけどね。はい、というわけで、まあ、今回立憲民主党がね、まあ、攻撃されたかどうかよく分かりませんけれども割とあの何て言うんだろうな厳しめの方にいってんのかなっていうふうに思ったって感じですかね。であ だからひょっとしたらなんか本来はカバい痛い今までの流れでいうとかばう対象でしょ彼らにも主張があるはずだみたいなね言論の自由の封殺は行き過ぎてはならないとかですね、まあ、そんなこと言いたいんでしょうけども今回は立憲民主党攻撃したから彼らは言論の自由を言いながらもなんかこうカルト化したやべえやつらだみたいな感じにしてちょっと左系のやばいらやつらとは違うんだっていうことにしたいんですかね、まあ、ちょっとよくわかんないですね <laughs> <laughs> で、えーと、とにかく政治団体、えー、翼のとの三人が、まあ、逮捕されたということで、まあ、複数、捜査関係者の取材で、えー、っと団体の支援者らが妨害行為を映した動画の配信や運転の、えー、車を担、えー、っていたことが、捜査関係者の取材で分かったという関係でね、本当にね、まあ、言っちゃいけないはずなんですけど、捜査情報はポロポロ漏れてきますね。ただ、この辺に関しては、あの動画見てれば分かるっつう話ですけど、 で支援者ら10人前後が幹部と集団生活しており、警視庁は活動の実態を調べるということですね。はい、で,、えっとはいでえっと、まずなんか今のところ2つぐらいの容疑で進んでそうな感じなんですけど、ね、つまり、乙、えっと、武陣営が演説中に、まあ、度胸を浴びしたり、車のクラクションを慣したりとかして、選挙の自由を妨げた疑いがあると。 で、これを複数やってるんで、まず1回目これで、おそらくこれで、じゃあ別の陣営ので2回目で再逮捕とかなんか繰り返していくっぽいですよね。まあ、それ以外にもカーチェイス等々もあるから、まあ、何回でも再逮捕できる事案がもうすでにあるっていう感じっぽいですよね。少なくとも、まあ、最初の今回は音け陣営だったっていうとこですかね。で、はい。 でえー、とどうか調子への聞き取りや動画の精査の結果、3人が演説を聞くのを困難な状況にさせたと見ていると。で、音だけ人員のほかにも、えー、同様の妨害行為を5回以上も確認と。つまり、えっと、再逮捕5回できるってことですかね。で、それから他,他人への選挙カーを追跡する行為も10回以上確認しておりってことで、これは10回できるんですかね。分かんが、ちょっと再逮捕の基準がよく分かんないんですけど、まあまあまあっていうところですかね。 で追跡行為についても立件を検討しているということで、まあ、これ1年ぐらい出れねえんじゃねえのかなみたいなレベル感ですよね。はいまあ、これ以外にも、だって他にも、立花さんに対する名誉毀損とか、まあ、各所から今回の件を、まあ、特別捜査本部までできましたからね、いや、私もちょっと被害に遭ってたんですけど、なかなか警察が相手にしてくれなくてっていう事案がたくさんあるわけでしょ。それいっぱい集まってくる可能性が高いわけですよね。と、はい、いうことで。 はい、で、えーと捜査、また捜査関係者によると,、えー、と練馬区の根本氏が住む一軒家で支援者ら男女10人前後が寝泊まりや食事を共にしていたことを把握ということでなん,なんか何かなく分かるく 誰がいたか分かりそうなもんですけど、ちょっとこの中にちょっと分からない人も何名かいる、2、3名はいるのかなっていう感じですかね。で、3人はこの住宅を拠点に支援者らと妨害演説を計画し、妨害行為の動画を配信していたということですかね。で、支援者らも動画配信を運転主役として妨害を手伝っていた可能性があると見て、捜査を進めるって感じで、だから、あの選挙妨害で今んところ最初の 音武陣営のやつだけだけから今3人逮捕ってことですよね。ただ別のとこにはあの時3人だけでしたっけで、えっと、それ以外のところに関しては別の人がいたりあとカーチェイスは運転手がいたりとかですよねそれからまあ一応今話題になってるあの朝霞市議会議員の富山さんも一部演説においては参加されて 出ましたよねだそこも含めていろいろ捜査がまあ広がっていくっていうことなんでしょうねはい。だから一緒に住んでるだけでは別に何の問題もないんでしょうけど選挙妨害で立憲を少なくとも3人は進めていてそれに加担した人たちもまあ今後はあの同様に立憲する可能性があるかもねっていうことを報じられてるんだと思いますとでまあ、とにかくこの なんかまあタイトルからしてですねいわゆるなんかこう某宗教団体みたいな形で怪しい連中がちょっとアジトみたいなところに立てこもってでなんかああいう妨害行為を計画してわあみたいにやったみたいなイメージ操作ですよねこれねまあ嘘ではないんですけどでえっ、ー、とそれでこれコメントの方ですけどコメンテーターの古谷さんもですねえっ、ー、と今回の記事を見て オウム神理教ののの出家信者のそれを連想する人も多かかったのではないかとある種のカルト集団は外部と物理的に接触を断つことにより連帯して過激化するということでまあこういったことを言ってるんですけどもう本当にあの的外れにも程があるっていうかいや別にカルトっていうふうに定義するのはいいけどあの全然その外部と全然連絡取ってるタイプ でででははないいすすよよむしろオープンですよね、はい、まあ多少中にはブロックしてる人もいるけど黒川さんとか一切ブロックしてないですし、まあ、何だったらみんな質問来てねってやっていたわけですからまあ、そこを彼らで <laughs> のなんか言説でわーってやるっていうのはあるかもしんないけどまあ、でもそこまでじゃないですね全く受け付けないっていう感じではないんですよね。はい はい、で選挙自体をエンタメ化し YouTube 再生で利益を得ることが目的と見られるが再生回数を見るとえー、と10人はしないだけの巨額の収益あったとは考えにくいということで教振の者たち同士が集団生活を行い信仰に突き進むとそれ自体が経済的な損得,、えー、損得を度外視して目的化していた可能性があるみたいなねいうことですかね。はい、いいやすすごいですね、あの <laughs>、 <laughs> っていう感じでちょっとちょっと何て言うんだろうなあの別に私は批判もいいしこういった言説も自由だと思うんですけども逮捕された瞬間にこうあいつらやわーみたいな感じになるっていうのはおかしくねみたいな <laughs> と思いますけどねはいでえっ、ー、とはいでさらにこちらも朝日新聞の記事ですけども すごいたくさん書いてるんですよ。YouTube が生んだ政治団体翼のと SNS 自体の選挙はということですね。まあ彼らの選挙手法が確かに今の時代のに即したものになっているわけですよね。はい、で、まあ、そこに今注目されたっていうところでここにちょっと絵があるんですけどはいというわけでこれがちょっと絵を拡大したんですけどもう絵まで作られてしまったということで。<laughs> <laughs> これ、作らなあかんですかね。えっ、ー、と、で、まあすごいですよね。現場の見取り図って言うと、方位まで書いてありますからね。かなり正確なんですかね。で、えっ、ー、と、翼との選挙カーがここにあって、乙武陣営の選挙カーがあって、ここにわーっと行く感じでしたよね。で、俺たちも演説なんだっていうことを言って、まあ、わーわーやってたっていうところですね。で、聴衆はこっちにいたという絵になっていて、で、えっ、ー、と、これですかね、妨害容疑となった、 逮捕ああ容疑となった妨害行為ということで、まあ、ここで演説をしていますとで他候補者に車両を近づけて止め聴衆の間に割り込むとかそれから選挙ボックスに座り選挙カーに拡声器で大音量で同棲とかえっ、ー、とクラクションを鳴らして演説を邪魔するこれこれは知らなかったですねクラクション鳴らしてたんですかねはい、まあ、っていうところでありましてまあこれはあのず、ー 図にするまでもなくめっちゃなんかあの割とこれは報道されたとこではあると思うんで <laughs> まあまあとにかくこういうのが絵にすらされてしまったというところですねはい続いてこちらも朝日新聞ですけどもね翼の塔収入は3000万か少額寄付多く7時に広がりもということですねはいでえっと東京15区補選においてではといってですね でえー、と2020年分の政治資金報告書によると翼の党の収入は前年からの繰り越しを含めて3079万円であると,、はいはいでえー、と5割以上が寄付で逮捕された黒川氏が幹事長を務めていた旧 NHK 党からが891万に上ったと。 で残りは個人による寄付で5万以下の昇格寄付がそのうちの4割占めたというとこですね。はい。だから、これに、あくまで2020年分の話なんですよね。だから、これの2020年の、翌年の2023年のまあ4月ぐらいから、 いわゆる代表権騒動みたいなやつが始まり、まあ、ある種知名度もさ,さらに上がったのかな、まあ、よく分かりませんけども、あのここにおける旧 NHK 党からのまあ活動費みたいなですね、これはなくなった、なくなる一方を、まあ、そのビッグスポンサーがついたりとか、あるいは寄付がね、きっとね、たくさん集まったんじゃないかなと思うんですよね、そこまで目立ってないときに、すでに、えー、っとで3000、3000枚以上ですかね、 で5割以上が寄付なんでね。はいっていうことでまあだからその時でたい少額の寄付だけでもえっ、ー、とどんくらいだだから1,000万ぐらいにはなったってことですかね。っていうことだというふうに推察しますけどもまあ。 高くもあるのかな、まあ、つ,つまり NHK と以外の寄付でたい、まあ、1000万弱ぐらいあったということになりますね。そうすると2023年で、まあ、目立ったりあるいは、v ね、立場高しをぶっ壊すって言ってみたり、まあ、その後また別の形で目立ったりとかと,とにかく寄付を寄付を寄付をって感じで目立つと寄付お願いしますってやっていて。 でそしてまあ、今回ですね、東京十五補正においてかなりさらに目立ったわけですよね。ここでまた寄付お願いしますってやっていたから、まあ、それを考えると、まあ、結構な額がまあすでにね、あるんじゃないかと推察しますけどね、それプラスビッグスポンサーがついてるっていうお話なんでね。はい まあただ、えっと、その先ほどのアジ扱いされていたところですけども、あれはそのビッグスポンサー、えっと、Y 氏のお母さんのお家を占拠してるだけですからね。だから、まあ、そう考えると、Y 氏にそこまでのね、潤沢な資産があるかについてはちょっと疑問なところがありますけども、お母さんは結構あると思うんですけど、はい。はい、で、支出総額は2000万ぐらい。 だとということで、黒川氏の政策活動費に、えー、計420万円を支出していたが市の公開義務がないため、まあ、具体的な使い道は不明だって感じでこれはおそらくですけど生活費じゃないですかこれ <laughs> 多分。 <laughs> だから別に派手な生活をしてるわけじゃないんだけれどもみたいなことをおっしゃってましたけどねだからまあこれがきっとそうなんでしょうねだから個人で資産持ってるとそこでね1億円の差し押さえが来ちゃうから持たないようにしてまあこっからまあ,ある種の差し押さえ逃れみたいなことをやってることについても、まあ、おそらく追及はされていくんでしょうけどね、まあ、それが違法かどうかについては私はようわかりませんけども。 まあでもさまざまそういったグレーなことたくさんあるから全部つつかれて明らかにされていくわけですよね。っていう立場であったら普通はねあそこまでやらないんですけどねもう,もうちょっと手前のグレーのところでちょこ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 水,水辺でねやる感じのところなんですがただやっぱりこの様子を見てても 目立つ寄付金集める YouTube 回る。こう、このシステムによって、そしてさらにその支持する人が集まるみたいな感じで、まあ、それを繰り返していると、まあ、ね、影響力含めて全部がこう,うまく回っていったんでしょうね。だから、どん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 過激化していったっていうところがあって、通常だったらやっぱり選挙であれだけやったとしても、そしたらじゃあ終わった瞬間にサーッと引くっていうんですかね。 でまあ、普通に考えて危ないと思うじゃないですか。だから引かなきゃいけないとか引けないのは、まあそういったある種のまあうまくいってしまうシステムっていうんですかね、があったのかなと推察しますけどね、そのブースターになったのがやっぱり SNS で、だからその辺が SNS を使うときの、まあ、非常に危険なところですよね。うん はい、でさらに黒川氏が2022年2月の町田市長選に立候補をした際と見られる人中見舞いとして100万円を支出と外選者の修理代や東京都や愛知県の人物への選挙応援名目の支出があったほか、えー、だから広告業務委託費と,として黒川代表らが代表社員に務める合同会社あれですオリーブですかね120万を支払っていたって感じでね。 だから、ある種、まあ、あれかな、まあ、合法か脱法かよく分かりませんけれども、いろんな形で、まあ、政治団体を使いながらお金を払うから、これ無、無税なんですかね。っていうことを考えると、うん、といろいろ思うとこありますけど、はい。という感じですかね。 であと前年と合わして個人8人から計770万円の借り入れありそのうち5人に対して6 0万円を返済していたって感じで、まあ、お金がね潤沢にあるんだったらね、まあ、昨年もこの代表権騒動の時も話題になりましたけども貸していらっしゃる方がいるんでね返してあげればいいのにいまだになんか返ってきてないそうですということですねはい というわけで続いて、こちらね朝日新聞じゃないんですけど、フラッシュさんの記事でドアを叩かれ何度もチャイムが、同居人が語る逮捕の瞬間ということですね。はいはい、で本紙は根本氏らと同居していた翼野との関係者に逮捕時の詳細を聞くことができたということで、朝9時ごろに関係者が住む 自宅のドアががドンドンドンとと、と。叩かれれたたチャイムが何度も鳴らされたとまたガサ入れかと思い携帯と PC を隠せと根本と杉田に伝えましたって言っていて、はいまあ、これに関しては証拠隠滅じゃねえかみたいなのが <laughs> ネットで言われてましたけども、はいでえっと、でドア開けたら警察が部屋まで入ってきて逮捕すると言って令状を2人に見せられたと。 で手錠を出された時きの、まあ、お2人は多少の抵抗を見せていましたがしょうがないないという表情で手錠をかけられ警察車両に乗り込みましたということですね。でそれから、えー、と黒川氏の自宅に同居する女性は朝9時ごろ、えー、自宅のチャイムが鳴りドアを開けると数人の警察官が自宅に入ってきましたとその瞬間を振り返ったということですかね。はい で警察は令状を出して逮捕しますということで黒川氏は苦笑いしながら手錠をかけられ財布もカバンも持つことができなく警察車両に乗り込んでいきましたということで、まあ、支援者の1人はあ関係者の1人は逮捕について逆に支持者たちはこの逮捕不当逮捕だと燃え上がると思いますと3人は逮捕されて戦力は下がりましたが私たちは止まりませんと語ったということですね。 はい、という感じでまあ同居する方々からまあまあ情報が聞けたっていうお話でまあ誰かはまあすぐ分かると思うんですけどもはいという形ですかねまあいずれにしてもなんかちょっと集団生活はポイントっちゃポイントで要はまあ彼らがいろんな活動をする上において一緒にまあ生活を共にしてると連帯感も高まるしまあ何て言うんだろうお互いの価値観でたく なんかこう客観的にものが見づらくなるっていうのはまあそれはそうなんですよねお互いに肯定し合うっていう感じになっちゃうんでね、まあ、そこがなんかいろいろ見てて私が思っていた違和感っていうのかななんかそこはなんかやりすぎじゃないかとか引く、まあ、引いたらいいのにとかまあそういうとこで止まらずワーッといっちゃうところがあるんでそれは場合によってはそういうまあある種のなんか共同体プチ共同体をするとまあいい いい共同体だといいなんかこう価値観が広がって素晴らしいことになる一方を暴走化するとちょっとあなんかこう止まりにくくなるのかなっていう感じですかね。まあ、いずれにしても何て言うんだろうなとはいえですよ。<laughs> とはいえ、まあ、彼らにだって主張があるし言論の自由がある中でまあまあ,あアウト今回アウトだったかも分かりませんけれどもなんか他の事例と比べてねまああの なんて言うんてうだろううやっぱりフェアに報じるべきだだと思うんですよねだから彼らがやったことだってそれ選挙妨害としてはすごくねやっぱり邪魔だったかもわかりませんがそれに対して答えるべきことを答えてない人がいるからそうなってる背景もあったりでそれはあの左系の方々が安倍さんに対してやってきたことでしょ安倍やめろって言って30分ぐらいでしたっけずっと騒いで聞こえなかったとか杉田美代さんに対しても演説応援演説に来た時に「 あのそこでずっと演説できないようにうわーって大騒ぎしてこんな嫌がらせありますっていうことをやってきてるわけじゃないですか。でそこも合わせて同様に報じてこういうのよやっぱり良くないよねっていうのを抽出する中で今後どうしたらいいんだろうかっていうふうに持ってかないとただただ印象操作して翼だけが悪いのだってやっちゃうとこれ片付けて終了になっちゃうじゃないですか。それじゃあ何の意味もないわけでだし まあそれこそ社会の後期でしたっけっていう立派なことをおっしゃって消費税を免除してもらう、一部ね、免除してもらってる媒体からすると、もうちょっとより高いその中小度に上げて、社会に対してどうすべきなんだっていう提案まで含めてやるべきなんじゃないかなっていうふうに思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。